い、佐藤亜美です。今ね、前髪全く巻いてなくて目にかかりまくりなんですけど、見ての通り髪の毛がバリバリ伸びました。横髪とかはね、まあいいんですよ。私ショートだからずっと、だからまあ伸びたところでゆめちゃんになるかなぐらいの感覚で入れるんですけど、前髪を私絶対に作ってないと嫌というか、こだわりがあるんですよ。もう5年以上っていうか、もう7、8年くらいは本当に前髪ある状態をキープしてて、前髪流したりとか基本しないんですよ。人生でしたことないんですよ。ほぼあるけどほぼない。ちょっと前髪を切りたいと思います。断髪式を行います。しかも使うのは普通のハサミマジ舐めそうやろ。でも私家に髪の毛切る用のハサミとかないし、なんか普通にあの前髪よく伸びるのでちょこちょこって定期的に自分で切ってるんですよ。前髪に対してこだわりがありすぎてというかね、美容師さんにやってもらうと毎回後悔するの。いや、美容師さんが悪いわけじゃなくて私のこだわりがおかしいの。基本的に大体自分で切ること多くて、しかも普通のハサミで切りよるなので今回はその私の長年やってきたセルフカットのやり方というか、前髪のカットのやり方をねご紹介していこうかなと思います。では早速スタート。まずですね、下準備としては前髪の癖を全部直すことが大事なので、私今もうめっちゃストレートじゃないですか。でここの根元からバーって濡らして、内側もバーって濡らして、でこう拭いてドライヤーをこうしっかり当ててストレートにしてきました、はい、こんな感じでまっすぐなれば準備は OK でございますよ。そして次、紙ゴムで髪の毛を結んじゃいます。てかさ、結べる長さになったっていうのがやばいんやけど、ほら見て、ありえんくない？え、これ見てやばくない？月に1回美容室で髪の毛バッサリ切って結べない長さにしてもらうんですよ。もうさ、こんなに結べて、しかもこんなに余っとるけんね、もう何年ぶりっていうぐらい長いまあこれはどこまで伸びるかお楽しみですね。今のところ切る予定はなし。はい、で念のためですね、この横髪、ここね、この触角の部分を私伸ばしているので、ここは切らないように止めます。そしてこっち側もですね、こっち側も止めます。余計な横髪、切りたくないところは全部止めて全部しまうような感覚ですね。はい、これで下準備は完了です。 OK、 バッチリやね。もう切るだけは。あとはで、ビニール袋とか、まあ、洗面台に私はよくやるのはティッシュをバーって引いて、そこでバーって切って、もうティッシュかき集めたっぽいみたいなね、そんな感じするんですけど、とりあえず今日はビニール袋でいきます。ちゃんと見えるようにせなね、切っとるところ。こんな感じにしたら見えるかな。私はだいたい眉毛と目の間ぐらいにしてるんですよね。で若干ストレートアイロンでこういう風にふわってさせるので、ボリュームを出すので、それでちょうど眉毛のほんのちょっと下とか眉毛にかかるぐらいの長さになるように、それがベスト、私の中ではね。なのでそれにします。で普通のハサミやろ、とりあえず。でまず取るやろ、前髪を全部プッと取りました。でここで注意なのは、ここでまっすぐピーンってやってから、こうやってしてからこう切るやん。だけん手を外した瞬間思ったより短くなっとったみたいなことがよくあるんですよ。なのでそれ要注意。本当にね、ちょっとずつ様子を見ながら切るのが大事です。とりあえず取りました。で普通に真横に入れます。まず真横に、真横に入れる。ちょっと見ながらね。はい、普通に真横に入れました。でもまだまだ全然切れてない。でもこのくらいの感覚でチェックした方がいい、絶対に。そうしないといつの間にか気づいたらもうここになっとるとかあるけんねほんと気をつけた方がいいよ。もう一回切るよふん、私の目はおかしくね切れました。うん、あ、鼻かゆ、切れました。でもまだ足りん、もうちょっと切ろう。こんな感じで確認してね、こまめに。こまめに確認するの大事やけん、ほんとに。え、こん時は正直適当でいいと思う、私。適当でいいんよね。この横にハサミ入れて長さ調整まではマジで適当でいい。で、ちょっと気持ち長いぐらい。このくらい、このくらい。ちょっと気持ち目にかかるけん、若干長いやん。このくらいで一旦終了。一旦ね。そして次ね、私今化粧してるんですけど、なるべく皆さんは化粧をしてないすっぴんの状態でやってほしい。次、鏡見ながら、パッツンにしたい方は、パッツンにしなくていい方はもう別にこれでいい。でも、パッツンにしたい方は、このまま、この、下ろしたまんまの状態で、ハサミを横に入れていきまーす。そしたらね、パッツンになるんだよ。まあ普通にさ、髪の毛切る用のハサミがある方は絶対そっちの方がいいからね。
そっちがおすすめだけど、こういう風にハサミを真横に入れることによって顔に毛がいっぱいつくけどパッツンになるの、綺麗に。わかる？ちゃんとパッツンになったやろ。これで、私の場合こうワックスとかで束感作った時にちゃんとその束がこうパッツンになるような状態になるのでベストですね。あ、いい感じいい感じいい感じ、今宵もいい感じだわ。顔に毛がすごいかゆ、怖っ、かゆ。なのでみんなほんとすっぴんでやって、もうすぐ顔洗えるような状態でやってくださいね。そうしないとかゆいよ、顔中について。毛がこういう風にパッツンになりすぎだから、もうちょっとこうナチュラルなパッツンにしたいって方は、こっからさらにね毛を取るやろ、こうやって。で毛を取るやん。でそれで次縦入れ、毛先にちょこ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 って縦入れしていきます。そしたら若干ねそのナチュラルなこうパッツンになる。こういう風に取りました。そしたら縦にこういう風に縦にこうちょこちょこちょこって毛先に、でも入れすぎ注意ね。そしたらギザギザになるけん、まあとりあえずでもいい感じじゃない、ほらいい感じに仕上がったよ。これでアイロン入れたら完璧。短く切りすぎない限りこのストレートアイロンとかでどれにもできるから、私これだったら別にさそのまま下ろしてもよくないっていう感じに仕上がらん。なので前髪は本当にね自分で切れます。はい、私は切ってます。もう長いこと美容師さんに切ってもらうこともあるけどさ、自分の注文、自分のね語彙力のなさもあるしさ、そのちゃんと伝わらんというか、なんかわかる、あのちょっと短すぎたりとかさ、なんとなくこう私こだわりが強いんですよ、前髪って。もう昔からもう変なこだわり本当に。だからいつもなんかなんだかんだこうシースルーとかで可愛くしたいから、あ美容師さんにお願いしようと思ってやったら、あーってなる時があるの。変にこだわりが強いから本当に私最悪よ。まあそれでもすぐ伸びるからいいんだけど、私の場合、まあ、変にこだわりがありすぎる分、ずーっと昔からセルフカットしてるので、普通のハサミで。しかもさすがに横髪とかやったら怖いよね。ちょっとごめん、毛取り寄る。これ細かい毛とかが目に入らないように気をつけてください。目に入ったらマジ痛いけん。はい、OK です。完璧、超簡単でしょ。すごい簡単なので、うん、なんかとにかくポイントとしては様子を見て切るのがポイントで、あといらない余計な髪の毛を全部しまっちゃう。でこれで下ろしたらもう私のいつもの前髪になりました。よかった。前髪の生え方によって両サイドの方が長かったりするの、わかる。私ちょっとこっちの方が長くない？これまっすぐ切ったつもりなんだけど若干こっちの方が長いじゃん、まあ、そういうのは微調整しても全然いいんだけど、まあ、私はもう気にしないからいいんだけど、そういう方とかも生え方によってこう前髪の長さが違うく見えたりとか、同じようにまっすぐ切ってるのに違うく見えたりとかの全然あるので、そういう時はこうやってまっすぐ見てこういうハサミ入れる時に調節するようにほしいなと思います。ぜひ皆さんですね、失敗しないと思うので、これでちゃんと細かくチェックしとけば、こうやって掴むことによって毛をね伸ばしてしまうから、そこで切りすぎて失敗するのだけど、こういう風にまっすぐ向いたまま下ろしてそのままこうやるっていうね、それが最終ポイントはこんな感じでございます。ぜひ皆さんですね、今自粛中でなかなか美容室に行けなくて前髪がね伸びきってどうしようどうしようどうしようっていう方とかいると思います。前髪命の方とか特にそういう方とかもぜひ自分でセルフカットしてみてほしいなって思います。はい、というわけで今回は前髪の簡単なセルフカットのやり方をご紹介しました。いかがだったでしょうか。ぜひね皆さんもこれを見て試してほしいなって思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画が良かったよって思ってくださる方いらっしゃいましたらグッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちくわちゃん見て、前髪切ったね、見て、あら鋭い目つきですね眠いの、あらどうしたの、眠いの。ちくわちゃん、みんなちくわのこと見たいって言ってるよ。眠いの、え見て前髪切ったの、ほら見て、見える、ほら見たくないのどうでもいいって、すごいくるまり方やね、にしてもうわかわいいな。ちくわみんなにバイバイって、バイバーイ、おやすみなさーい。Yep.